YouTube をご覧の方にお知らせ。動画を見てるだけでなく YouTube で収入をアップしませんか？顔出し、声出し、撮影不要の新しい YouTube の稼ぎ方を無料公開中。詳細はこちら。大阪住める東京五輪、今後に向けて自分で経験する。誰に何を言われようが関係ない2-1。ボストンマラソン3位の大迫傑インタビュー商法は以下の通り。ボストンマラソンは2017年2月21日の出場表明からレースまで2ヶ月弱と短かったですが、3位に入りました。出場が決まったのは2月5日の丸亀国際ハーフマラソン香川の後で、そこから急にマラソントレーニングを始めたわけではなく、去年10月の段階から今までと比べてマイレージ、走行距離を増やしていた。徐々に距離が増えていったので、そんなに無理はなかった。もともとは丸亀の後はトラックに出ると聞いていましたが、そうですね、シーズンとして1回区切りをつけて4、5月のトラックで標準世界選手権の出場条件となる参加標準記録を切って、そこからロンドンの世界陸上に行こうという話だった。ボストンマラソンではケニア勢ら世界のトップを相手に終盤にペースを上げて2時間10分28秒と内容も良かった。集客はありましたか？1回目のマラソンだったので、何が次に生きるかもわからなかった。ただしっかりと自分のペースを刻んで冷静に走ることがどのマラソンでも大事かなと感じた。42.195キロで力を出すのはすごく大事で、30キロまで行けばいいという話ではない。いかに 42.195キロ で自分がやってきたことを出せるかが大事。マラソンは30キロや35キロが壁と言われていますが、30キロや35キロは気づいたら超えていたので、走る前はいろんな人から LINE とかで連絡が来て、35キロから違うよとか、終わった後はすごい疲労感だよと聞いていた。でも所詮はその人の主観的な意見でしかない。それはなるべく聞かないようにしてというか、自分で走って判断しようと考えていた。結果としてそういうもの、30キロや35キロの壁はなくて、1万メートルのラスト2000メートルとか、5000メートルのラスト1000メートルのきつさと同じような感覚だった。1万メートルとマラソンでは練習内容も違うと思いますが、単純に距離が増えて本数が増えるということですね。昨年の段階から言うと 20-30%、マイレージを増やした感じです。日本のマラソンランナーからは1ヶ月に1000キロ走ったとか練習での距離数をよく聞きますが、自分ができる範囲のことをやった、あと走行距離よりはスピードを出すなど強度の高いポイント練習で、これぐらいの距離のこれぐらいの本数をこれぐらいのタイムで走ればマラソンで何分何秒で走れるかなというものはあった。それに沿って質の高いポイント練習をこなすことを考えていた。コーチピート・ジュリアン氏とはボストンマラソンの後どんな話をしますか？本当によく頑張ったというのと、今後も頑張っていこうと、選択肢が増えたねという話はした。選手とコーチの関係性でナイキオレゴンプロジェクトと日本の違いはありますか？最近の日本の選手とコーチの関係性がわからないので何とも言えないが、ナイキオレゴンプロジェクトは指導者や監督というよりかは同じ目標に向けて頑張るパートナーという意識ですかね。僕
僕ができないこと、僕が見えないものを見てくれる。僕にしかできないこともあるけど、それをそれぞれ補っていく意識ですね。マラソンとトラックでは走り方は違いますか？意識して変えたところはなかったが、結果として変わった部分は多々あった。自分は気づいていないが、周りから膝が上がらなくなっていたねとか、上体の使い方が変わったとか、後傾していたとかは後から聞いた。トラックは前傾して走り、マラソンは後傾して走っているように見えました。それは後から言われて気づいた。あとはケニア人選手と走ったから、よりそれが際立った。特に、練習で後傾しなきゃいけないとかは意識していなかった。マラソンはこう走ればいいというフォームはつかめましたか？正直、一回しか走っていないので何とも言えない。ただ、今のフォームにこだわりはない。次のトレーニングで新たな発見があったり、終わった時に今回はこれが良かったというのはあると思う。フォームってなかなか意識しても治らない。自然と身につくものだと思っている。練習する中で身についていくと思う。ボストンマラソン前に、米コロラド州ボルダーで高地トレーニングをしました。日本の男子は、女子と比べて高地トレーニングをする選手は少ないですね。マラソンに限らず、トラックシーズンでも、僕のチームはやっている。米国ではそれが普通。狙いは心肺機能を上げるとかで、マラソントレーニングで高地トレーニングは有効だと思う。ナイキオレゴンプロジェクトとは、どのようなものか改めて教えてください。男女6人ずつぐらいのチームで、アフリカ選手に勝ったり、世界大会や五輪でメダルを取ったりすることを目的に作られた。そういう選手が集まっているので、トレーニングは自然とハードになるし、目標が高い選手も集まってくるので、日頃からモチベーションをもらっている部分がすごくある。メンタルや医科学など各分野の専門家がいると聞きます。フィジカルトレーナーもいるし、3、4人ぐらいですね。以前に取材した時は、スピード練習が多い印象と話していましたね。比較的多いかなと思う。いる選手も皆さん速いので、自然とスピードの質も上がる。マラソン練習でも、スピード重視の練習をしますか？距離も伸びるし、設定タイムも落ちるけど、本数は増えるので、同じような負荷がかかる。低酸素質もあると聞きました。低酸素トレーニングはしますし、頻繁に高地合宿も行く。その効果はトラックでもマラソンでもあると思う。大迫選手の住んでいる部屋も低酸素室ですか？違います。チームの施設に行ったらあります。2020年東京五輪はマラソンで出場したい意向と聞いていますが、本番は酷暑が鍵になる。酷暑への意識はありますか？全くないですね。東京五輪に出ることになれば対策もする。だけど、正直それに費やす時間はすごくもったいないと思っている。それは科学が解決してくれたりする。今から暑さに向けてトレーニングするより、単純に速くなるトレーニングをした方が有益だと思う。まずは、それ、速くなるトレーニングを継続して、2、3ヶ月前とか、必要なら、1年前とかから、徐々に暑さ対策はしたい。理想の選手像はありますか？単純に世界で活躍できる選手が目標で、具体的なタイムや順位とか、明確なものはない。シーズンごとに全力で頑張って、その先があるという感じです。リオデジャネイロ五輪では、同じ、ナイキオレゴンプロジェクトのゲーリン・ラップ、米国選手が、1万メートルで5位に入賞し、
マラソンでも銅メダルを獲得しました。チームはトラック、マラソンの両方で狙う方針ですが、ラップ選手は単純にみんながすごいタフだと言っていた。自分ができるかどうかはわからないし、彼は彼で僕は僕。すごいと思うけど、自分ができるかどうかは考えたことはない。彼ができることをやっただけで、それをコーチは僕に強要しない。彼はそれができたからした感じです。みんなの声、大迫には5000で13分を切ってほしい。頼む、日本のマラソン界を変えてくれ。東京五輪、本当に期待してます。イケメンやな。頼もしいホープの登場だ。35キロを過ぎても壁を感じなかったというタフさに期待が持てる。駅伝の頃から応援してるけど顔つきが変わったな。頑張ってください。早稲田時代から変わらずイケメン。持ち前の忍耐力で頑張ってください。アフリカ勢と戦うには速さです。速さを追求して2020年までにスタミナもつけてメダルを狙ってください。まずは日本選手権。今年は鎧坂が調子良さそうだし、いつもの村山弟、設楽弟に上野や勇気も上げてきているので、しっかり圧勝できるか期待してます。早くなければオリンピックは勝てないしな。期待しちょるよ。とにかく勝ちゃいい勝者の理論。もっとこんな日本選手を見たいです。しっかりしているな。楽しみや、スピードスター。これまでも四天王、佐藤世代、鎧坂、村沢、村山兄弟と同じぐらい可能性を秘めた選手はたくさんいた。それでも世界は遠かったけど大迫は違う。やはりリスクを背負ってきたからかな。サラリーマンの自分も尻を叩かれる思い。まあとにかく勝ち気な性格だよね。日本人としては異質なぐらいに。中学の時の陸上の大きな大会で負けた時に、大迫のあまりの悔しそうな姿を見た佐久長聖の諸角監督が、優勝した子ではなく大迫に即断でスカウトしたのはあまりにも有名な話だ。この種目、日本人にはきつくなったな。引退後にいくらでも指導者のオファーはあるでしょう。カップヌードルに関わらなくても。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。